こんにちは。今回はマイリトルラバーさんのハローアゲインのイントロをハーモニカでやってみました。ということでよろしくお願いします。大ちゃんこです。今回はですね、ハローアゲイン、昔からある場所のイントロのハーモニカをやっていきたいと思います。この曲はね、もうだいぶ前の曲ですよ。1995年の夏、何年前だ、25年前か、そんな前なんですね。この曲はですね、オリコンチャート1位、9月月間オリコンチャート1位、そして1995年度年間の売上6位というすごい記録を成し遂げている曲なんですけども、まあ、僕らより上の世代の方がこの曲、わー、おーはそれでは実際にやっていきたいと思います。これがハローアゲイン、昔からある場所のイントロのハーモニカのすべてになります。オリジナルキーが E なので、ハーモニカは E のハーモニカを使用しております。黒い数字が吹く音になります。そして赤い数字が吸う音、矢印はベントというんですけど、ベントは難しいので、また他の動画でやっていきたいと思います。それでは実際にやっていきましょう。今回はありがとうございました。他にもね、弾き語りの動画だったり、まあ、仲良しと一緒に映像で遊んで動画作ってみたり、まあ、会ったこともないゆずこさんだったり、ゆずこさんじゃない方と一緒にコラボの動画も上げてますので、そちらもよかったらご覧ください。それでは。僕らもね、男性キーとして弾き語りでやってますので、そちらもよかったらご覧ください。